のりこさまは16日午前、珠洲を訪れ、市長などに挨拶されました。珠洲では、地震の影響で中断していた健康診断が9月1日に再開していて、のりこさまが総裁を務める、結核予防会、が市から委託を受けて実施しています。のりこさまは、検診者の到着を出迎え、できることは何でも手伝います、と自ら椅子などを運び、会場の準備を手伝われました。 また、地元の女性スタッフをねぎらい、受診した市民にも、何の検診に来られたんですか、などと声をかけられたということです。